お父さん遅いな。お父さん、鍵忘れちゃったのかな。配達の人だった。高橋さん家どこですかって。もしもし、伊藤島です。あ、お父さん。うん、わかった。いいよ、お仕事でしょ。うん、うん、お兄ちゃんいるし。うん、バイバイ。お父さん、明日帰ってくるって。でも、七子寂しくないよ。お兄ちゃんいるから。今日も寒いね。こたつ出そっか。寒かったら出しなさいってお父さん言ってた。あったかいよ。スイッチ入れるよ。つかない。壊れてるね。え、買うの？ジュネス？やったー！今度のお休みの日、ジュネス行こう。見たか。なんかえらいぼんやりしてたけど、今確かに人映ったよな。くっそ、また事件起きちまうのか。とにかく明日すぐ集まろうぜ。今日のはいくらなんでもぼんやりすぎて、見た目からじゃ推理もなんもない。心当たりとか情報交換しないと。じゃあ明日開けとけよ。真夜中テレビ、皆さんに言われて僕も見てみました。探偵業の僕がまさかこんな迷信に目を凝らす日が来るとは驚きです。人影、確かに映りましたね。あれ、誰だか分かったって人いる？さすがに無理っしょ、画面あんなザラザラじゃ。誰か最近テレビに出て地元で有名になった人は？すぐには思い当たりませんね。直近では政治家が一人、霧から来る風雪を沈めるために町へ来たと報じられましたが、可能性は低いでしょう。第一、すぐに中央へ帰りましたし。どうした？そういやお前、昨日は売り場のベッドで爆睡した罪で深夜棚卸しの刑だったっけか。テレビ売り場のでいいからチェックしろって言ったけど、ちゃんと見たか？失礼、クマね。クマ、ナナちゃんと約束もしたし、生きることに真剣よ。クマが見るに、映った人、体格細っこくなかった？いやー、あんだけぼんやりで、体格も何もないっしょ。気のせいだって、もしくは寝落ちか。それより、あっちに人は？それはなし。まだ誰も来てないよ。もう一晩様子見るしかないかも。みたいだな。幸いこの雨、今日も夜まで降り続くみたいだ。今夜も忘れずにチェックな。おい、帰ったぞ。お帰りなさい。ねえお父さん、こたつ壊れてて、お兄ちゃんと買いに行っていい？こたつ？ああ、もうそんな季節か。ここんとこ気候も変だしな。じゃあ頼む、どんなんでもいいから。手紙？お前宛てなんだが。
おい、これは何だ。差出人のまるっきりない手紙なんて、そう届くもんじゃないんだ。お前、やっぱり。答えろ。お前、この事件に関わってるな。お前、一体何をしている。真面目に答える気はないってことか。俺はお前を家族だと思うからあえて問い詰めないできた。けど間違いだったな。家族だからこそもっと早くに言うべきだった。今日こそ本当のことを話してもらうぞ。お父さん。別の場所で続きだ。俺が納得できるまでは返さない。それがお前のためでもある。いいな。大丈夫だ。喧嘩してるわけじゃない。すぐ帰るから先に寝てるんだ。いいな。うん、待ってる。これは預かっておく。さあ、話してもらおうか。お前、何に首を突っ込んでる。あの警告状は何だ。なぜあんなものが届いた。ペルソナ？人がテレビの中に入る？今日こそは本当のことを話してもらえると思ったんだがな。もういい。もういい。まあ、半年そこらで親父面なんて無理があったかもな。少しはお前に信じてもらえてると思ってたんだがな。俺は残念だ。一晩ここにいろ。あーっとっとっと、ごめんなさい。ああ、テレビの中にペルソナか。ま、そうだよな。ああ、いや、あのね、僕は君たちを信じたいんだよね。きっと堂島さんも信じたいからここに連れてきて話を聞いてるんだよ。それとほら、ここなら安全だし。あんな手紙見たら心配で保護したかったんだよ。愛情の裏返し。いや、愛情そのものだと思うよ。ほんと、悲しまないでいいから。そうだ、堂島さんね、今になって最初の事件の関係者を調べ直してるんだ。この事件、結局堂島さんも納得いってないみたいでさ。だからいろんなことに余計敏感に。あんまり喋るとまたどやされちゃうね。じゃあ僕部屋の外にいるから、何かあれば声かけてね。なんで俺まで棚卸ししてんだよ。クマがあんま稼がないからしょうがないでしょ。なんで偉そうなんだよ。もうなんで俺がお前養ってんだよ。こんなん買ってやんなきゃよかったぜ。ほらこれ持っとけ、お前用の携帯。ほほう、 IT 時代ないとこっちが心配だしな。つっても子供用の安っちいやつだけど。ありがとう、陽介。使い方はこのマークのを押して、まあ俺のお手本見てろ。出ないな。今夜も雨だし、テレビのチェック忘れないようにって思ったんだけど、外は歩いてて気づいてないとかか。とか遊びに行く。遊ぶ約束たくさんしたからね。行かねえよ。てかお菓子戻せ。もう晩飯時回ってるだろ。
今度にしな。ああ、そっか。あいつ出かけてるなら、ななこちゃん家で一人で留守番か。お留守番かわいそう、くまよ。晩ご飯差し入れに行ってみるとか。ねえ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 。ああ、もうわかったよ、しょうがねえな。オッケー、くま。イエス、ヨウスケ、おっとな。くま、その心遣いにキュンってした。じゃあちょっと待ってろ、もう一度電話してみるから。やっぱ出ないか。え、もしかして家出なら出るとかってオチか。もしもし。あ、ななこちゃん。お兄ちゃんはいない。変な手紙が来て、それを見たらお父さん怒って警察にお兄ちゃん連れてった。ちょっと警察に連れてった？いい加減クマに代わりにしゃい。こんばんは、あなたのクマクマ。また一緒にジュース飲んだりお菓子食べるクマよ。変な手紙？お兄ちゃんたちの様子はクマたちが見てくるクマだから心配しなくていいクマよ。まさかまたあの警告状？2つ目が来たってことか。それを道島さんが見て警察に。クマ、一旦電話切れ。みんなに連絡する。かわいそうに、すぐ楽にしてあげる。さっき真夜中テレビに映ってたの、ななこちゃんじゃない？どうしてななこちゃんがテレビに出たりしてないのに。いいえ、出てたんですよ、ななこちゃんも。視覚的にじゃなく、言葉の中に。政治家が学校訪問に来たこと、何度かニュースで流れましたよね。そこで彼は自分と話した一人の生徒について毎度特別にコメントを出して称えたんです。その子は匿名のまま知名度だけ上がっていった。それが奈々子ちゃんだったんです。興味に反応した新聞が今日の夕刊に写真と実名インタビューを大きく出してます。それに狭い田舎町だ。もっと前から風の噂に知っていた人も多いでしょ。そんな、もっと早く気づけばよかった。絵で出ていないものはテレビに出ていないとすっかり思い込んでいました。どうしよう、ななこちゃん今家に一人なんでしょ。僕がこれから行ってななこちゃんの無事を確かめます。警察にも花村先輩たちが今向かってるところです。事情を伝えてくれるでしょう。わかった、私もすぐ行く。ゆきことりせちゃんにも連絡しとくから。はい、お願いします。お前たちなんでここに。おい待て、なんだ、勝手に開けるな。ななこちゃんがいなくなった。どういうことだ。白金からです。ななこちゃん家の、てか堂島さん家の前にいます。白金、おい
どういうことだ。今堂島さんの家にいます。扉が開いていて中は誰もいません。おそらく奈々子ちゃんは例の連続殺人犯に誘拐されています。堂島さんだって気づいてたでしょ。事件はまだ続いているんです。こちらは KJ お客様サービスセンターです。おかけになった電話番号は電波の届かないところにあるか電源が入っていないためかかりません。七子、堂島さん、本当なのか。本当に七子は。何なんだ。どうして、どうして七子なんだ。多分メディアに取り上げ。どうするんですか。はい、交通課太田。誘拐事件だ。至急手配頼む。国道沿いに検問張れ。検問？まず状況を。ごちゃごちゃ言ってないでやれ。被害者は7歳、女の子。俺の娘だ。娘さん？現場は？どうして誘拐と？それはとにかくこいつは例の連続殺人にもつながってるかもしれないんだ。かもしれないって、事件の犯人上がったじゃないですか。いつからですか、いなくなったの。誘拐の予告や犯行声明は？いや、とにかく今は説明してる暇はない。はい、一応関係各所に連絡はしておきますが。殺人との関係って言っても証明できないし、所内すっかり解決ムードですから。どこ行くんですか。探しに行くに決まってんだろう。例の殺人とつながりゃ警察は事実誤認で泥をかぶることになる。上はギリまで事件とは認めない。待ってられるか。そんな当てとかあるんですか。車でも使われてたらとてもじゃないけど。うるせえ。だから急いでんだろうが。ああもう一体どうすりゃいいんだ。堂島さん闇雲に行っちゃうし。足立さん、俺らも行きます。だからこいつ解放してやってください。そう言われても。どうなった。ちょっとこれ以上勝手に来たらまずいって。大体ごちゃごちゃうるせえな。今それどこじゃねえだろ。身内が危ねってのに何の義理でボサッとしてろっつんだよ。てめえ責任取れんのかよ。辰巳くん、気持ちはわかるけど何が起きてるのか説明してくれないとやっぱり出すわけには。説明すれば解放してくれるんですね。わかりました。いや約束したわけじゃん。どの道僕らもただ出て行ったって当てがない。一旦全員で状況を整理しましょう。足立さんへの説明にもなるはずです。今回の失踪はこれまでと同じ犯人による誘拐と見て間違いないでしょう。奈々子ちゃんの家は玄関の鍵が開いていました。しかも鍵にはこじ開けられた痕跡がなかった。奈々子ちゃんが自分で開けたってこと？僕らの時と同じだ。犯人は忍び込んだんじゃなく堂々と玄関から現れたんです。呼び鈴を押して。私たちの時と同じ。私たちの時？でもお二人の時とは事情が違う。温泉に入った時奈々子ちゃん言ってました。一人の時は知らない人が来ても玄関は開けないと。犯人は奈々ちゃんが知ってる人？先輩、誰か思い当たりませんか？それはないと思うな。堂島さん署内で割と孤立してるし、娘の奈々子ちゃんと顔見知りなんて組んでる僕ぐらいなもんだと思うよ。もちろん僕はずっとここにいたけどね。奈々子ちゃんの知り合いってだけじゃ絞れないような。そうですね。なら
切り口を変えてみましょう。確かな事実として犯人はかなり大型のテレビを使用しているはずです。あ、テレビ？なんで？誘拐の現場はバラバラなのにテレビが使われるのはいずれも誘拐の直後、玄関先でと言ってもいいでしょう。おそらく犯人はテレビを携えて移動しているんです。じゃあ車が犯行現場ってことか。犯行のスムーズさから見ておそらくセダンではないある程度大きな車でしょう。ところが不審者の目撃情報が全くないんです。多くが白昼堂々の犯行なのにこれはおかしい。顔見知りで車で移動でも見えない車、偶然誰も見なかっただけはさすがにありえないよね。これだけ繰り返してるわけだし。見えない車ってそんなのある？一体何？そうか、思い出した。来たせよ宅配。宅配のトラック。宅配のトラックならどこの家の前に止まってたって不審じゃない。そうか、ローカルな業者なら配達員が毎度同じで顔見知り。しかも奈々子ちゃんが留守番してる時にだけ会ってたから僕らは知らない。足立さん、心当たりありませんか？そんな子供のおしゃべりから出た推理を急に言われても。宅配便だっけ。刑事としての僕の見解はだね、なかなかこれは難しい事件で。おい、これって君らの推理当たってるかも。堂島さんが一から洗い直すって集めてた最初の山の穴殺しの資料なんだけど、参考人の一人が運送業って。堂島さんに伝えないと。前職解雇の後家業を継ぎ運送業、前職議員秘書、生ため太郎。演歌歌手の旦那か。今は職業が一致しただけですが、行く当てを絞るだけなら十分だ。住所はここからすぐです。ああ、せっかく手がかり伝えたのに流れで怒鳴られちゃったよ。大丈夫かな、犯人普通の相手じゃないわけだし。ナナちゃん、足立さん、捜査に進展があった以上僕はすぐ現場へ行かないと。不在の間にあったことは僕は知らない。何も見なかったってことで。足立さん、行こう。生ための家、堂島さんもそこへ向かってる。今助けてやるからな。なんだあれ、煙出てんぞ。事故？あれは？堂島さん、大丈夫ですか？ナナコは？もしもし、救急車の手配願います。交通事故です。負傷者、男性1名。そうだ、こっちも生ため探しの応援呼ばないと。ナナコは？嘘、何これ。生ための家へ向かって
途中で奴の車と追ってて、くそ、ナナコはどこだ。生タメは、頼む、探してくれ。探すったって、そうだ、トラックに手がかりあるかも。ああ、ダメだって、現場は保存しないと。なら僕がやりましょう。待っていてまた振り出したら、それこそ保存になりません。見て、本当にテレビある。ええ、このサイズなら十分人間を通せます。それと運転席に日記帳が、多分生タメが書いたものでしょう。僕は新世界の存在を知った。なら僕は人を救わなければならない。救うだ？んだそりゃ。これは被害者たちの現住所、山野真由美、小西咲、天城由紀子、辰巳寛治、久慈川理瀬。未遂で助かって世に出なかった3件目以降の被害者もちゃんと書かれてる。そして諸岡先生の住所は書いてない。すごい、そりゃ決まりだよ。最後の日付は今日だ。こんな小さな子が映ってしまうなんて、この子だけは絶対に救ってあげなくては。それ、ナナコちゃん？なんとか入れてあげることができた。最近警察が騒がしい。この日記もおそらくこれが最後になるだろう。やれるだけのことはやった。間違いない、今までも全部同じ手口でやったんだ。宅配のふりして堂々と玄関から来て、すぐ2台のテレビに放り込んで、犯人は生ためだ。ナナコちゃん追っかけないと。ここにテレビあるんだし。待って、変なとこに繋がってたら危険くまよ。明日は霧じゃないみたいだし、いつものやり方で明日から行った方がいいくま。けどよ、私たちが失敗したら誰がナナコちゃん助けるの。ナナコちゃんの救出は明日以降最優先で、生ための行方は警察に任せましょう。堂島さん、具合は？情けない格好を見せちまってるな。ナナコは俺の生きがいだ。あいつをなくしちまったら生きてる意味なんかない。あの子は今この瞬間も怖い思いして助けを待ってる。なのに俺は一番肝心な時にこのざまだ。偉そうに父親ずらして娘一人守ってやれない。堂島さん、もしナナコに何かあったら、俺はやつを、生ためを絶対に許さない。お前にならできるんだろう。頼む、ナナコを救ってくれ。今頼れるのはお前たちしかいない。頼む。ナナコちゃんは僕らが必ず助け出します。少し日数がかかるかもしれませんが、信じて待っていてください。ナナコちゃん、向こうにいるんだよな。それは間違いないクマ。生ためは警察が追っているはずですから、僕たちはナナコちゃん救出だけを考えましょう。あたしらにしかできないもんね。っていうか、私たちがやらなきゃ。途中で何度も無理かもって思ったけど、
とうとう犯人までたどり着けた。ここまで来て、ナナコちゃんを犠牲になんて絶対させない。ああ、いよいよ締めだ。やってやろうぜ、俺らの力でよ。クマ、ナナちゃんと約束したクマよ。また遊ぼうって、大丈夫だからって。クマ、約束したクマよ。とにかく今やれることをやるだけです。そしてこれは僕らにしかできない。大丈夫、こんだけ気合入ってんだから結果はついてくるって。やり方は今まで通りだ、何も変わらない。次の霧の日までにナナコちゃんを見つけて取り戻す、そんだけだ。焦らず慎重に行こうぜ。
そして昔と同じ声で。私ね、ほっとしたの。ごめんね。
天使の歌。堕天使は鎖につながれた。翼をもがれ、偏見に蝕まれ、漆黒の絶望の中で生き絶えなんとする彼女の名を知っているか。彼女はやがて忘却の彼方へと追いやられ、無へと帰っていくのだろうか。いいな、レクイエムは方向となり、偽善の仮面を引き剥がすだろう。卑怯を打ち、虚構を引き裂く彼女の名を君は知っているかい。そう、その名は何だろう。何なの？
ありがとう。さようなら。